ファシバーミスはカンブリア紀に生息していたスミエ動物群の一つである。かつては類縁関係が不明の不詳化石とされ、後にルオリシャニア科における派生的なハーシュ動物の一族と判明した。松明に連想する姿に由来し、学名ファシバーミスは松明の全虫を意味する。中国語にも同じ意味を示す川虫と名付けられた。ファシバーミスの前兆は 最大7センチメートルまで及ぶ。頭部の背側は1体の単眼があり、突出した先端は口がやや下向きに開く。確実でないが、一部の化石においては触覚らしい痕跡が見られる。頭部は細長い前中状で、それ以降の頭部の部位に付属しはなく、周辺に短い指毛が生える。微端はやや膨大し、周りは2から3例の針に囲まれ、 肛門はその中心に開いている。内部構造として分岐のない単純な消化管が知られ、陰頭の周辺に葉などの構造が見当たらない。一部のファシバーミスの化石は精管と共存する状態で発見される。精管は円筒状と思われ、それを構成する成分は不明。ファシバーミスは微単の針で精管に埋めた道具を固定し、 合毛を持った全体の刃足で水中の懸濁物を集めて接触する懸濁物触者であったと考えられる。歩行に適した刃足を書くことから、その生態は他の刃足動物とは大きく異なり、むしろ原生の毛リム虫に似通っていると考えられる。なお、化石が生還と共に保存されることが少ないことから、ファシバーミスは品に生還を侵出した可能性も示唆される。 一つの化石標本では、消化管にブラドウイダ族の節足動物らしき跡が保存されることもあり、かつては捕食者とみなす説もあったが、後に否定的とされる。その特殊な形態により、ファシワーミスの分類は長く疑問視されていた。原記述において、ファシワーミスは多毛類の関係動物であると記載された。かつて別の動物門とされた。 甲殻類の一群絶系動物に類縁する説も提唱されたが否定的とみなされる。他にも交端とされた部位のエラエ動物のホットの類似点が挙げられた。料理者に赤に属するハーシ動物の一族、オーアティオエルミスその後は新たな化石証拠に基づいて集約した触手と思われた部分は体になって配置される付属詞であると判明し、 本属はハーシ動物であった可能性が示唆される。特に集密した合毛を持ち、特殊化した全部数体の細長いハーシという、ルオリシャニア科のハーシ動物の共有形質は、有力な証拠とされる。2020年での再記述により、頭部からルオリシャニア科のものに似通う単眼が発見され、系統解析の結果として本属は、浮気エルミスの姉妹群とされる。った、 本属は、動部後端の足を二次的に退化させ、著しく特殊化した、派生的な、ルオリシャニア科のハーシ動物とされるようになった。ファシワーミス属には、カイ・ヤナニカスとカイ・ロンバセラ2種が記載される。カイ・ヤナニカス・ホーアンド・チェン、1989本属のタイプ種、最大体長7センチメートル。動部は、比較的に太い。カイ・ロンバセラ体長5センチメートル。 胴部は、比較的に細長い。ハラキチスにおいて本種はエラエイ動物の一種座ナ内や、ロンバセラフ2002と記載され、終端の部位は、先端の、ほっとされた。その後は、カイアナニカスとの共通点を認め、加えて、白秋のカメムシの一種座ナ内や、フシホルミス本1981との異物同盟が判明し、従って、本属の一種に改名とされた。 ありがとうございます。